はい、ちょっとね前回ですけども、このプレイステーション4のミニフィギュアガチャガチャで始まっていましたけども、あのちょっと続きになってしまいますが、あの最初の頃ね車で撮影していたんですが、このように全4種類のガチャガチャですけども、プレイステーション本体と VR ですかね、まあ、その他小物もいっぱいありますけども、まあ何ができるのかなというと、ただのフィギュアではなくて、このように12分の1スケールの人型のねフィギュアに取り付けて遊ぶことができるらしいんですよね。で1個目、いきなりこのジェットブラックの PS4 出てきましたけども、まあ、全体的に全部が黒いので何とも言えない着色もしていませんね。でその他コントローラー2個が入っています。でその後両替してですね、一気に3回やったらなんと全部種類が違うようです。これはちょっとラッキーかなと思って、帰宅してからですね再び開けてみました。で先ほどのこのジェットブラック、あれ落っこっちゃった、ジェットブラックですけども、スタンド付きですね。なので縦置きにできます。ギュッと、うん、入ったかな、こんな感じで入ります。まあ、見事に全体が真っ黒ですので遠くから見るとなんだか分かりませんね。まあよくあるプレステ4のコントローラーです。2個付きです。もう1個なんかこんなものが入ってましたが、特に関係なさそうですね。何でしょうでは次、おそらくプレステ4の白だと思いますけども、あ、やはりそうですね、白です。でこいつ開けてみるとですね、ちょっとやはり黒よりは色の変化が出てきました。プレステ4っぽくなりましたが、こいつにはスタンドがついてませんね。ですので横置きになります。コントローラーは白一つのみですね。一つかということで、あ、もう一個ありました。ちょっとちっちゃくて見えませんでしたけども、2個ついてます。スタンドがないだけですね。次赤いやつです。赤は何だろう、とりあえず VR だと思いますけども、よいしょ、あ、 VR ですね、プレイステーション VR。 うんと、この辺がなかなか硬いんですよね、いつも。さあ出てきましたよ。結構こう軟質パーツというかゴムっぽいんですが、結構曲がっちゃってますね。まあ何でしょう、実際フィギュアに取り付けるためなんで、ある程度柔らかいパーツを使ってます。でプレイステーションムーブの方ですね、2本入ってますね。先端についている玉の色は両方ともブルーですね。ちょっと変化が欲しかったかなと思いますけども、まあこれ一つ300円なんですけどね、どうなんでしょうか。あともう一つカメラですね、テレビの上につけるであろうカメラが入ってますけども、ラストこの青いやつですけどもね、まあムーブであることには間違いないんですけども、同じものなんでしょうか。パカッと、さあ同じですね。しかしコントローラーが入ってます。プレイステーションムーブではなくて青いコントローラーが一つですかね、入ってます。で開けたら同じじゃないですか。2個あるのかなんか違いがあるのかな、パッと見分かりませんね。お、青いコントローラーですね、青です。トータル3種類のプレイステーション4コントローラー、デュアルショック4ですか、あります。あとは
カメラですね。テレビのところに置くカメラが入っていました。どうですかね、カメラは2個なってしまいましたが、もう一度ちょっとこの入っていた、何でしょう、パンフレットというかラインナップを見ていきたいんですが、こんな感じで入ってますね。VR ですが、ちょっと違いますね。大小って書いてありました。何が大小なのかなと思うんですが、全てのラインナップはこんな感じですね。そしてですね、最大のポイントはおそらくこのように12分の1フィギュアに取り付けて遊ぶことができるということなんですが、あ、ここの被る位置の頭の大きさでしょうか。ここの大きさが違いますね。大きい頭の人と小さい頭の人の使い分けられるように2種類入っていたということでしょうか。まずはジェットブラック、そして何でしたっけ、なんとかホワイト、こちらはですね、横置き専用になります。埃が気になるといったところですけども、プレイステーションムーブと VR ですね、カメラ付きです。まあ、こちらはあのフィギュアに取り付けることができます。こちらは青いコントローラーですね、とカメラと VR です。かぶるとこのこのね、頭の大きさに合わせて2種類あるということになります。これが全ラインナップになります。で、早速ですね取り付けてみたいんですが、なかなか12分の1フィギュアってないので、ちょっとメーカーは異なりますが、ゼルダ姫につけてみようと。えいと、なんとなく収まった感じがしますね。こんな感じでいいのかな。そしてこのコントローラームーブを取り付けてみます。えいと、なんでしょうこの全くなんか異質な感じです。まあなんとなくくっついていますね。実際に戦っているんだか、ゲームをしているんだかといった感じのシチュエーション。もう一つつけてみたい、頭の小さいこの方にはですね、小さめな VR を取り付けて、やはりこのムーブを取り付けます。ちょっと手の大きさが合わないかな。無理やり、あ、入った。もうなんでしょうね、楽器を持ちながらプレイステーションムーブ、意味がわからないといった感じでしょうか。まあ、あ、いけねこんな感じで、まあ、遊ぶことができるそうなんですけども、最後に男性キャラクターのリンク、この髪の毛がちょっと邪魔かな、入る気がしない、毛が邪魔です。ちょっと取ってしまう、ああ、顔面崩壊してしまった顔面、あ、これならなんかつきそう。えい、ダメか、帽子が邪魔だな、帽子が邪魔ですなかなかこうね、任天堂キャラクターにはきついなと思いますね。まあ、もし12分の1フィギュアを持っていれば、なかなか遊べるアイテムなのか何なのか、まあなんかね、動画撮影したりするときに小物パーツとして使えるんじゃないでしょうか。1個300円のガチャガチャです。はい、いかがだったでしょうか。急遽ね、本当に前日にガチャってきましたけども、一発で揃ってしまったというこの運をですね、こんなとこに使ってしまっていいんでしょうかといった感じですけども、まあなかなかよく再現されていますが、やはりこの宝トミーでしたっけ、
この任天堂系で出ていたスーパーファミコンとかファミコンに比べるとちょっとなんか安っぽいかなと。もともとフィギュアと連動するために作ってあるためなのか、ちょっとねこう精巧さがないかなと思っちゃったりします。ではまた。